斉藤さんが話したように、今日施行の共謀罪の最大のポイントは、今まではいろんな政府に対して反対の活動をする人とか、いろんな労働運動を一生懸命やる人とか、そういう人たちがいろんな不当な逮捕とか監視を受けてきました。それが今日から共謀罪というものができることによって、ここにいる皆さんとか、この集会の方には向いてないけれども、この駅周辺を歩いている一般の人たちに監視の対象が大幅に広がったと、これが今日から始まった共謀罪の一番のポイントだと思います。ですから、こんなとんでもない監視法は、直ちに廃止しなければいけません。そして、その廃止するためにはどうしたらいいか、それはもう政権交代するしかないじゃないですか、皆さん。もちろん今日も野党の議員の方もこちらに立って発言しましたが、既存の野党だけに任せておいては、とてもこの共謀罪を廃止するために政権交代はできないと思います。先ほど経済学者の上倉瑞也さんがですね、新党を作ろうじゃないかというようなことを発言されましたけれども、私は安倍独裁政権を倒すために新たな庶民の新党をつけるべきだと、そういうふうに思って今発言を始めています。もちろんやり方はいろいろあります。選挙の直前になって選挙新党というスタイルを作って、既存の野党はそのまま置いといてやるっていろんなやり方があります。でもいずれにしても現在の野党だけに任せるんではなくって、ここに集まった私たちが先に声を上げて、後から野党の人たちが、ついてこざるを得ない、そういうような状況にしたいと思っています。そのためには、本当の野党、本当の庶民の党っていうのを、作ったらどうかっていうことを、これからいろんなところで訴えたいと思います。じゃあ庶民の方って誰のためにどんなことをやってどうするんだっていう話ですが、これはもうはっきりしていると思います。今厚生労働省などの調査では、生活が苦しいっていうことを答えている人が、ここ3年4年の間 60% を切りません。 60% 超えの人が生活が苦しい、そう答えています。その人たちの方を向いて、その生活を抜本的に改善して安心して暮らせるためのものにしようじゃないかと。つまり生活が苦しい6割の人たちに向かっていろんなことを訴えていくべきではないかと思います。そのための大きな政策の柱としては、私は第一に消費税廃止だと思います。中には現在の 8% を 5% にしようとか、増税には反対だとかっていうことを言っている人たちもいますけれども、これが全く中途半端で、今までの新党とか新しい勢力と同じになってしまいます。やっぱりこれだけデフレが続いて庶民の暮らし、中小零細業者の暮らしがひどくなったのは、その環境の一つは消費税ではないでしょうか。で、特に最初は 3%、 次 5%、 8% になってきました。で、特に2回目の 5% になった頃と企業を同じくしてですね、日本の、勤労者の実質賃金っていうのがずっと下がる傾向が始まってしまいました。あれ、消費税上げてっからそうなってるわけですよ。他にも理由はありますけれども、明らかに消費税が庶民の暮らしを苦しめている、それをさらに増税しようなんていうことを野党の議員まで言ってるわけですから、これは絶対に反対して、消費税ゼロ、不公平税制を全面的に見直す。簡単な試算がいくつもできていますけれども、大企業とか大資産家の、減税ですね、彼らが払っていない、それを是正するだけでも少なくとも年間で20兆円以上の税収アップが見込まれる、これはもう間違いありません。そういうことを、どんどん声を大にして消費税廃止を訴える。そして原発全廃、これが2大政策で、3番目には言うまでもなく今日ここに集まった目的の共謀罪、それから特定秘密保護法、戦争関連法、そして
実は地味だけれども去年の刑事訴訟法の改悪、この4つを全部廃止する、そのために新たな政治勢力を作って既存の野党の皆さんとも協力して絶対に安倍政権を打倒して、政権交代をし共謀罪を潰しましょう。以上です。